タコンチャンネル。おはようございます。今日は本日開催されるビホクモンマルシェに出店する最上そばができるまでをご紹介します。西条そば生産組合のキャンさんにお話を伺いたいと思います。キャンさん、今日はよろしくお願いします。はい、今年の西条そばの出来はどうですか？最悪ですね。まあ、雨が夏の雨の状態で本当にどこも調子が悪いんだと思うんですけど、うちには今ずっと買って今日やっぱり収穫がちょっと悪いです。そうか。はい、じゃあちょっと天候とかでね、なかなか被害があったり。そうですね、今年は厳しい感じでしたね。そうですね、去年があまりにもできすぎたから、それものすごくもうあるから、今年は本当に悪い気がして大変です。今日はまあよく生えた、ある程度生えたところを刈り終わるんで、だいぶ溜まっています。そうですね、今日は2台で刈ってます。ああ、そうなんですね。もう駅中でも新そばを出してますけど、新そばでも美味しいですね。そうですね、青がだいぶ入ってる、美味しい。今ちょっと天気がいいので。そうですね。わかりました。まあ、駅中ではね、しばらく新そばが出ますし、来月は新そば祭りもありますから、す、ね、頑張ってちょっと皆さんに美味しいおそばをたくさん届けてくださいね。はい、わかりました。はい、じゃあ頑張ってください。ありがとうございました。はい。
じゃあ、10月31日日曜日の10時から美北門マルシェ、ナミカマルシェに出店されますね。はい、はい、駅中、はい、駅中で蕎麦を出店します。新蕎麦です。はい、このコードを持って来てください。お待ちしています。はい、お願いします。